はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回は、今夜も結果論ということで4月11日分の、ね、予想について振り返っていきたいと思います。まあ、予想したです重症ほかですね、振り返っていきたいと思います。そんなわけで早速ガンガンいきますけど、ね、まずは阪神ヒンバステークスからですね、1着サウンドキュア、2着スカーレットカラー、3着ディメンション、4着ビーチサンバ、5着ダノンファンタジーってことで、まあ、全部印を打てなくはない馬まあ特にね、人気薄11番人気で突っ込んできたディメンシオンも、まあ、ひらめき大穴で指名してたんでね、いいレースだったんですけどね。スカーレットカラーがまあどっちかっていうといい成績が1800以上、業績がその辺に集中しているということもあって、まあ、今回のマイル戦どうなのかな、1ハロンちょっと長い短いんじゃないかなってことで消してしまったんですが、まあ来ましたね。まあ東京の芝1800でレコード勝ちできるようなスピード場ですからね、まあ阪神のマイルも、まあ守備範囲ですね。そしてね、まあこれで抜けてしまったんでね、ちょっと痛恨ですね。まあ去年の府中牝馬ステークスでは本命打って、まあそれで勝った馬なんでね、ちょっと痛恨の間抜けということになってしまいました。間抜けでしたね。まあ、そしてサウンドキアラはこれで重賞3連勝になったのかな。まあG1 クラスなんてことでダノンファンタジーとかその辺が、まあ、人気してましたけども、やっぱ重賞連勝の勢い、牝馬は格より勢いかなんてところでね、各牝馬は格より調子なんてところで、これは結構硬い馬券だったと思います。まあ痛恨です。で、まあ、ニュージーランドトロフィーはこんな感じでボロボロの結果でした。まあ、前走フラワーカップ3着で桜花賞出走権を逃したシーズンズギフトが2着ほか、アブソルティスモもね、早い段階から注目馬でオープンで勝ちあぐねて、まあ、ウィングエイテストもデイリー杯、朝日杯と、いまいちだった馬です。こういった馬たちが上位に来てしまって、まあ、ニュージーランドトロフィー組は、まあ、勝ったルフトシュトローム以外はもう本番では完全に無視ですね。まあ、そんな感じでいきたいと思います。そして姫さゆり賞は、まあ、人気薄の逃げ切りということで、こんなボロボロの結果になってしまいました。まあ、デザネホールの母はね、POG でも指名してたラマンキュラス、ファレノプシスの子供で、まあ、ようやく、ね、馬体が大きめに出るようになってきて、ラマンキュラス言うまでしたね。フィリーズデビュー2着馬、まあ、その娘ということで、まあ、非常に期待された馬でしたが、まあ、この辺でも品系としてはね、なかなかまあこういうところに顔を出すような感じでね、勢いがあるんで、今後いい馬を出してくるんじゃないかなという期待はしています。まあ、以上ね、まあ、以上4月11日分の今夜も結果論でした。まあちょっと古い話なんで、ポンポンと他のね競馬予想を挟みながら、この辺やっていきたいと思います。以上ハッチーでした。